この世の人間は2種類いる。クソったらと他人にレッテルを貼らない連中だ。大半はクソったらだけどな。ええ、俺は話せる動物だ。作ったのはきっと第三世界の工場で働かされてる子供たち。面白いだろ。温室内で投げるなら石よりも添加プラグがいい。石よりも硬いらしい。たくさんのおもちゃに囲まれて死にたいならせめておもちゃを作る側になれ。この世にただのものなんてない。ひったくって逃げない限りな。靴下の左右を揃えるために丸めてるならこうしろ。同じ色の靴下だけを買えば問題解決だ。丸めた靴下もお前も用なしだ。動物が俺の声で喋ったらかなり愉快だろう。実際に試してみるか。階段を登ってるのにエスカレーターに乗ってるやつらに追い越されるならまあじっとしてる方が効率的ってことだ。目の見えない相手にウィンクはするな。ズルが効かない戦いは避けろ。それと市販の PC を買うやつは信用するな。インターネットの問題は緊急回線の通信指令係がいないこととシャシャリ出てくる連中が多すぎることだ。ペパーミントパンプキンカプチーノが飲みたくなったらそう言うさ。自分の頭を打ち抜く前にな。カエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコムピョコピョコ勝手にピョコピョコやってるクソったれ。プロフィール写真を週に2回以上更新するのは年老いて太っていく記録を残すことに等しい。死んだら何の形をした巨大な墓石を建てたい。牧師がどんな顔するか見たいだろう。本を読んだせいで誰かを殺したいと思った時は他の本を手に取った方がいいぞ。今が最悪だなどと言えるうちはまだ最悪ではない。